カーネギーのラジオ。何何。始まりました、カーネギーのラジオです。それで行くと、いやいや分からんけど、とりあえず金曜日はこんな感じで、ラジオ形式で、まあ、おしゃべりをしていきたいなというふうに思っておりまして、その第1回でございます。はい、いや始まりましたね。いいちゃんとしたマイクまで準備して、ね、すごいっしょ。最高や、最高の環境ですよ。すごいね、やっぱいいね、大和証券は。大和証券コネクト劇場さんは、コネクト劇場って言ってね、素晴らしい。あ、素晴らしいですね。いろんなものがあるから、うん、こんな感じで、もうほぼラジオみたいな感じで喋っていけたらなと、はいはい、いうふうに思います。まあ、カーネギーとラジオっていうのはね、実は縁が深いものがありまして、縁が深いものがありまして、はい、もうやってたもんね。やってたね、コンビ揃って1年目やったね。1年目に1年間ラジオやってたんですよ、僕たち。1年間 FM 福岡さんの方で。ありがとうございました。ありがとうございました、終わってしまったんですけどでも1年間金曜深夜1時の枠で1時間の生、生放送じゃねえ、何回か生放送やったけど、やったね。やった。すごいことって知ってる？え、そうなの？いや、金曜深夜1時の枠なんて、バナナマンさんと三四郎さんやった、俺だった。おお、三四郎さんやったね、あの時も確か。へえ。で、まあ、次からこの4月から霜降りさんになるけど、おお、すごいのと戦ってた。おお、勝ってたのかな？負けとったわ。いや、負けとったのは、まあ、俺らのせい。いや、勝った負けたも知らんっていうか、そんな数値見たことないし。でもすごいゲストさんとかも呼んだことあるよね。そうそうそう。普通に。その、福岡吉本エモメンラジオっていう番組だったんですけど、うん、そのね、エモメンっていう幻のユニットがありましてね。1年間で知ってます、平野さん。幻のユニット。知らないでしょ。エモメンっていう。ビブレホールのキャンペーンボーイたちの。そう。吉本天神リブレホールのキャンペーンボーイの男芸人6人のユニットエモメンっていうのがあって、はい、1年間あったんですよ、はい、そのエモメンのメンバーが、今で言う解禁賞さんが2人、はいはい、まだコンビ組む前です。コンビ組む前、各々のピン芸人時代の解禁賞さん、うん、そして我々カーネギー、うん、そして今マンダリンのカイト、うん、当時は貝殻ヒラメ、はいはい、なんていうあれは、コンビとか組んでたっけ、あの当時ピン芸人じゃなかった。確かまだ何だったっけ、あいつあの時、まあ、何かしらの、カイト、うん、と、ナルキッソス今はなき今はなきナルキッソス。ナルキッソス知ってます？知らないでしょナルキッソスっていうピン芸人がいたんですよ、僕らの同期で、はい、まあ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 やばいやつやったんですよエモメ選ばれて、で、1年間やって、まあいつはこの劇場になった瞬間、福岡吉本を辞めていきました。辞めて東京に行って、ね。東京行きましたね。まあ変わったやつでしたけど。っていう6人で結成されたエモメンっていうキャンペーンボーイがあって、うん、で、そのうちの僕らと賞金さん3人で FM 福岡さんでラジオやってたよね。そう。それが金曜深夜1時の1時間。はい。丸々1年間やらせてもらってね。やった。ああ。で、今、ナイトルーティーンっていうトランジットと賞金さんがやってるラジオになってるわけです。その枠が。っていう、まあ1年目の育成番組みたいな意味合いがあるのかな。はい、はい、はい。わかんないけど。ナイトルーティーンが今後、あ、でもナイトルーティーン終わるっていう発表あったね。今後どうなっていくのか、また3期生が引き継ぐのかな。わからんけど。主席の特定みたいな。みたいな雰囲気も。でも俺ら主席でもなんでもないから。それはエモメン。エモメンの始まったやつ。ラッキーパンチだったよね。ラッキーパンチ。いや、で、それで、縁があって1年間ラジオやらせてもらって。はいはい。で、松荘はそこから今、FM 福岡さんで朝の生放送に繋がったわけですよ。っていう流れがあったんですよ、実は。おかしな話やな。なんで、あなただけ首を切る。だって、賞金さんもまだ金曜深夜1時でやってるやん。なんであなたは秘密兵器としてずっと言うけど、なんなんそれ秘密兵器でも見返してやろうぜ、あのラジオでさ。いやいや、そんな敵対はしたくない。俺たちの軽快なトークを、いやいやいや、見せつけて。俺まだ FM 福岡にいるんで。まあっていうので、別ラジオは我々好きでめっちゃ楽しくやってたんで、まあこんな感じで YouTube で2人だけでね、はいはい、好き勝手に喋れるラジオがやれたらなっていうのはずっとあったんで、それついにやっていこうっていう、いいね、ことです。うん、ただその
ラジオっていつまでも言うわけにいかんけどさ、うん、ちょっとなんかもう番組名をもう即興で決めちゃってよ。いつも俺に決めさせるね。もういいよ、決めちゃって。ネギ盛り、ね、これネギ盛りチャンネル。ネギ盛りチャンネル。あなたが決めたよ、これも。ネギ盛りチャンネルやったっけじゃないし。ネギはもう使ってるからな。いや、別にいいんじゃない、ネギで統一していけば、なんか統一感出るから。そっちの方に、あ、そっちの方に。カーは、カーはもう切り捨て。かわいそうよ、それカーが。なるほどね。カーをこっちで生かす。そうそうそう。ネギはもう大活躍してる。大活躍してるから。じゃあカー。カー。なるほどね。まあ確かに車とラジオって結構切っても切れない関係やからね。やっぱ長距離ドライバーの人とかもラジオずっと流してたりとかするやん。あ、はいはい、確かにそれもそういう意味ではいいかもしれない。なるほどなるほど。カーラジーにする？カーラジー、うん、カーラジー、カーラジーか、ネギ、ネギ盛りチャンネルのカーラジーちょっとイマイチ、すいません、すいません、イマイチな案だし、カーセンスがないもん。カー、そういうセンスはちょっと任せるわ、あなた。カーカー、いや、あんま考え深く考えない方がいいじゃん。もうめちゃくちゃなんかもうパッてこう即興で出したぐらいの方が後々しっくりきたりするもんよ。なるほどね。じゃあタイトルコールの手で3、2、さあ始まりました、ネギ盛りチャンネルカーラジー。あ、採用されました、採用されました。いや、はずいな、なんかダサいわ。採用です。ネギ盛りラジオにしましょうか。ネギ盛りラジオ、そのままでいいもん。ネギラジにしよう。ネギラジ、あ、ネギラジね。ネギラジ、はいはいはい。だってエモメンラジオも略してエモラジやったし。おい、そこを引きずんなって、もういい思い出なのよ。だからネギラジ、さあ始まりました、ネギラジでいきましょうか。こんな感じで、うん、はいはいはい。で、タイトル決まりました、ネギラジです。あ、でもなんかあの福岡吉本公式チャンネルで幻のなんかロリラジってなかったっけ。あああったね、ザ・ローリングモンキーのロリラジって、はい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 、なんか新ネタバトルの特典としてね、優勝特典でラジオ番組ですみたいになってさ、2回か3回あって終わったやつ。どうなってんすかあれ。なんか社員さんたちの会議とかで上がります、ロリラジどうするみたいな。まあ今後やってくれない。あ、ちょっと今一旦ちょっと一旦休憩、一旦休憩中、その代わりに秋沢さんと平野さんのなんかあれが始まったんです。始まってますよ。確かにそうだ、あれラジオみたいなもん、ね、確かにそうだね。あの枠だったんじゃない、奪われた、奪われたもん。さあかわいそうに。じゃあもうノリラジも気にせんでいいや。ああ、ネギラジ、ネギラジにしましょう。ネギラジでいこう。ネギラジ、ネギラジね。まあということで、まあこれはあれやから、1週間に1回金曜日に更新していくっていうのだから、はいはい、まあ1週間で起こった出来事なんかをおのおの話してちょっと共有して、なるほど、まあ、コンビのエピソードトークをちょっと共有して、はいはい、お互いがね忘れてたら、あ、今出せるぞ、あの話だったよなみたいなのも、そういう蓄積にもなるから。1週間、1週間このラジオを意識して生活していくことになるね。そう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 、いいね。なんかどうですか、楽しそう。いいですか。そんなもう毎日を平凡と過ごしてきた僕にからしたらいいかもしれない。確かにね、覚えておかないといけないっていうのは。そうね、なんか話さんと忘れるしね。確かに、何やったとか、はい、ほんの1週間どうしたって言われても、何やったっけってなるし、ね、その話がね大きくなってはね、滑らない話とかにつながる可能性はゼロじゃありませんよ、ね、本当にね。やばいわ、その話絶対いけるよっていうのがね。いいよね、めっちゃいいもんね。あるよ。まあだから、まあそう、もう基本的にはそういうざっくばらんなお話をしていって、うん、まあ15分から20分から盛り上がり次第でどんどん伸びていくっていう。合間に曲とかは入るんですか。いや、 YouTube やからね。入んないですね。まあオリジナル楽曲やったらいい。あ、そうなんだ、ね、作詞作曲の曲やったらね。あ、 YouTube のラジオは入んないですね。そうそうそう、入らん入らん。なるほど。まあだから権利がないやつやったらいい。あ、なるほど。だからまあゆくゆくは曲作ってラジオっぽくするっていうのもあり。ああ、なるほど。今10分ぐらい。あ、こんぐらい話してももう10分になるんや。まあだから本当に作業用 BGM です。もう別に画面見てもらわんでも大丈夫なやつだって。そこまでは。だから本当に寝ながらとか聞いてください。確かに。よかったら本当に 2、30分盛り上がっちゃって話しちゃう可能性もあるからね。そんな全部見てもらう、絶対見てねっていうよりかはもう
聞き流す程度で、ね、楽しんでいただけたら、はい、ちなみにどうでした今週1週間は。今週1週間だって先週の金曜日、うん、に YouTube 再開します。木曜日にあげたっけ、金土日であげたか、金土日、金土日であげたわけやから、うん、YouTube 再開再始動っていうのを打ち出して、はいはいはい、もう1週間ありましたけど、うん、なんかありました反響みたいな。反響は特にはないですけどでも、うん、登録者数のとこ見たら、ああそうね、一気に30人ぐらい、うん、増えて時点で撮影収録時点で嬉しいね。コメントもなんか結構コメントも来てるね、来てたし、待ってましたよみたいなね、はいはいはい、半年時間をお待たせしました、ね、ありがたいですよね、ほんとそういう風に言っていただけて、我々なんかはね、まあ、いい方向に向かってるんじゃないですか、ちゃんと上げると登録者数が増えてっていうね、目に見えてやっぱそういう数字で現れるからモチベーションにはなります。なるなるなる。だからもうね、どんどん広めていただいてと。お願いします、それは広めてほしい。でもそういう、まあ、数値的なのはあるけどさ、うん、やっぱ周りの芸人さん、はい、たちからの反応もやっぱ気になる。え、なんか言われた？何も言われてない。やばい。なんでやばい？やばい。何も言わない。いや、やってることすら気づいてない人たちもおるやろ。まあね。絶対。ちょっとなんなら冷ややかな目で見られる。ぐらいまであるわ。なんかもう、冷たい自然感じる？やってるわ、ぐらい。いや、あんまやってないもんね。いや、そうなの。ペンポイント。いや、これはやっていかないかんって、うん。絶対に。だからやっていく、います、私たちは。はい、たとえ、後ろ指刺されようとも、後ろ投げつけられようとも、俺たちをこのラジオじゃない、YouTube を機に先輩たちの YouTube 欲に火をつける。そうね、ほんと先駆者、福岡吉本のパイオニアならないかも。チャンネルだけ持ってる先輩とかおるじゃん。いるね、その自粛期間中に始めて。そうそうそう、俺らと同じ同じ感覚だったり、1時間ぐらい何もやってない、うん、めっちゃおるもんね。メタルラックチャンネルとかさ全然上がってない。全然上がってない。いや、で、それで言うと、男木聡がさ、YouTube 始めて、同期のね、2本ぐらい動画上がってるのかな。上がってる。で、まだ勝ってたよ、登録者数。勝ってるな。勝ってた。勝ってた。ギリギリ勝ってた。だから、あいつとかね、もうほぼ同じ時期に始めたみたいなもんやけど、そうね。しかも同期だし、うん、だからここはいいライバルが。いますよね、身近にね、身近に、はい、アリンクリンさんの前に、アリンクリンさんの前にまず男気サトシに負けちゃいかんぞ、はい、アリンクリンさん男気サトシのこと好きって言ったけどね、ハマってたね、ハマってるからな、なんかサトシの感じが、負けられねえわ、マジ負けられんわ。いや、だからね、アリンクリンさんもいつでここに呼んでね、一緒におしゃべりしたいし、ね、おー、いいね、そういうのしたいね、したいけど、やっぱ登録者数がやっぱ追いつかんだね。やっぱ申し込むのもやっぱちょっとそれはさすがにね、こっちだってプライドがあるから、まあまあまあ、頑張っていこう。頑張る。ただよ、ね、男気サトシのチャンネル1本目の動画見た？何やったっけ？見た？いや見たけど、あ覚えてはない。なんかね、まずプロローグ的になんか男気サトシとはみたいなのを1本目の動画で説明しますみたいな内容やったんやけど、それがいろんな若手芸人福岡吉本に男気サトシの印象ってどうですかみたいなのをこうパーって聞いていくみたいなのを撮りたかったらしく、サトシが。でこの劇場の8階でなんかカメラマンさんみたいなの連れてきてさ、偉そうに外部の人なんかな、あれよくなんか友達なんかな、編集者、編集者、カメラマン兼編集者、なんぼのもんじゃねえかマジで。まあまあそれはまあね、友達関係でそういう人がいるっていうのはサトシの強みやからさ、うん、人間関係が幅広くやれるあいつの、まあ、強みやけん、やっぱさすがだなんやけど、うん、っていうのを急に上で芸人たちが休んでるところでサトシがごめんけどちょっと撮っていいみたいなさ、撮ってくれ言ってくれて、うん、言ってて、でみんなもみたいな感じなんやけど、俺も YouTube やりたいっていうの決まってたからさ、はいはい、ちょっと今日これは一緒に頑張っていく意味で協力しようと思って、おっしゃやる、俺絶対やるよサトシのためなら、みたいな感じで周りもこう焚きつけてさ、一緒にやろう、あじゃあやろうかみたいな感じで、じゃあ最初誰とる、俺が行くわっつってさ、バーってこう出てさ、サトシってどうですかみたいな印象聞かれてさ、いやめっちゃいいやつっすよあいつ、ほんとこうでこうで、それこそさっき言った人間関係がなんとかかんとかみたいな話めっちゃしてさ、で、はいありがとうございましたみたいな、ごめんねサトシこんな感じでよかったみたいな、
って言って、ああいいありがとうみたいな感じでスムーズにこう撮影が進行していました、うん、ああいいことしたなじゃないけど、うん、まあ同期として一緒に手を取り合って YouTube 福岡市元も盛り上げていこうぜっていうので、うん、俺はちょっと意気揚々とそのままその日は帰ったんだけどさ、でその数日後この間動画がアップされて見たら、うん、俺のインタビュー全カットふざけんなマジでどういうことなんで次の動画とかに出てくるとかじゃない、次の動画はもう大観さんち行ってたからもう終わってた、その最初のプロローグはどういうことマジでそうどういうつもり全カットよ全カット、俺だけしかも、え、そうなの、撮った人はみんなちょこ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 つないで使ってたの、全カット俺だけ、これはもう宣戦布告と捉えましたよ私は。マンダリン男木サトシの返事は入らいいやチャンネル、そういう話が来ただけでいいよ、俺そういう話すらされてないあいつ嫌われてる嫌われてるからいや仲いい方だと思ってたのにね、ちょっとふざけやがってました全カットやられたな、まあ、その件についてはちょっと YouTube で追求するか、俺らのチャンネルで対談する、対談いやいや最初のゲスト男にさ嫌やな、ね、まあでも本当にでも頻繁にでもまあそうね、そこもあるよな、その YouTube カーネギーのねいいものチャンネルでやるにあたってどこまで2人だけで頑張るかみたいなところまでや、ん他に第三者を入れずにさ、うん、芸人さんとか呼ばずに、うん、まず2人だけでっていう気持ちもないわけじゃない、うんうんうん、まあこだわらんでいいんかなそこ、うん、どう思います平野さん的に、最初はお二人で出て、あー、ね、熱かった意外とじゃあサトシのその件はちょっと僕が個人的に聞いて来週のラジオで真相話そうなんでカットされたのか、はたまた今後使う予定があるのか、だから僕言っちゃいけないことを喋っちゃったのか下手したらまあみたいなこともあるから、まあそれはちょっと来週進捗あったら喋ります。それ編集者のせいかもしれんけどね。編集者の人にはまらんかったのかな。いやだってバーってその後いろいろ撮ってさ、で、ああ、松尾さんありがとうございましたみたいな感じで終わって、うん、で、その後いろんな人撮って、最後トランジットの新たが撮ったよね。うん、で、トランジットの新たはもちろん使われてて、うん、っていうのは後々わかるんやけど、うん、そのトランジットの新たの撮影終わった後に、俺は横でこう携帯いじって寝そべってたよ、うん。まあ、我関せずじゃないけど。っていうの寝そべってたら、うっすらこう会話聞こえてきたのが、ああ、やっぱ新たさんが一番うまかったっすね。いや、そうかもしれないじゃん。聞いてるよ気を使いなさいその撮影者の人、やっぱそっちにはまらなかったんだ、はまんなかったっぽいな、あの感じで残念でした、残念でした、かわいそうに、とりあえず二度と出ません男気チャンネルに、サトシチャンネルには二度と出ないことが確定してます冷戦状態になりますっていう感じですからね、負けられないな僕の1週間は男気サトシに、ああ今なこれだけ喋って何分ぐらいですか、19分ぐらい、あ、20分も喋ったか、まあこんな感じで毎週あっという間やね、あっという間やね、本当に30分1時間ってなっていくかもな、まあまあ最初の方はもうこの15分から20分ぐらいでやっていきますか、うん、こんな感じでネギラジ始まりましたんで、はい、ぜひ来週以降もお聞きください、それでは最後にお別れの一言、バイバーイバイバーイ